名古屋の名物グルメといえば、美味しい、美味しい、美味しいです、うん、名古屋といえば味噌カツかなって思って、たっぷりの味噌だれが食欲をそそる味噌カツなんですが、注目するのはとんかつではなく、とんかつを揚げるために使った油、実はこれがあるものに生まれ変わるというのです。油がなんだろう考えたことがない普通にしてるなと思ってた。油ってどうなるの？どうなるの？いや、見たことない。正解は、揚げた油がなんとトラックの燃料になります。これが揚げた油から作った燃料でトラックが走るんです。すごいすごい、知らなかったです使い終わって廃食油となった油は捨ててしまうのではなく、回収されて工場へ。廃食油に薬品を入れて化学反応で成分を分離させ精製すると、軽油の代替燃料となるバイオディーゼルに生まれ変わるというのです。リサイクル計画が始まったのは2年前。当初は油が燃料になるとは半信半疑だったようで、嘘だろって思いましたねそんなバカなっていうそのだって油代っていう世間的に SDGs っていう言葉がこう普及し始めた時ぐらいに、まあ、ヤバトも何かしないといけないよねっていうところから、自社トラックの燃料に使えるよう何度も改良を重ね、来年1月から使用する予定だということです。他にも廃食油は飛行機の燃料や塗料、洗剤にも生まれ変わることができ、今注目されています。そんな廃食油をめぐるビッグプロジェクトが江梨の会社に舞い込みました。20年前からバイオディーゼルの製造に取り組んできた廃棄物処理業者の大見さん、去年意外な人物から電話がかかってきたといいます。モルディブの大使館からココナッツオイルで、バイオディーゼル作れないかという問い合わせいただいて、なんと大使館から直々に母国の環境問題を解決してほしいと相談を受けたのです。マリンブルーの海にコテージが連なる世界有数のリゾート地モルディブ、一体何が起きているのか。今年8月視察に向かった大見さんに現地の様子を撮影してもらいました。空港を出てすぐにフェリー乗り場があるんですけど、そこの海を覗いた時はもうプラスチックのゴミがたくさん浮かんでて、とても綺麗とは思えないような状態でしたね。華やかなリゾート地の陰で起きているという深刻な環境汚染、それを象徴するような衝撃的な光景を目にします。マレの港から船で20分ぐらい行くんですけども、何キロも手前からゴミの匂いがしていて、山みたいなのもないんですけど、そこだけは山がありまして、近づいてくるとゴミだっていうのが分かります。この山のすべてがゴミ。ティラフシ島と呼ばれるこの島の別名はゴミの島。リゾートや飲食店などから出たゴミが集められ野積みされていたのです。そこはもう本当に山のようにゴミが蓄積されてて、処理することなく雨が降ると海に流れ出してしまうような状況でした。廃食油は下水に流すか、回収され集められたとしてもそのまま放置されていました。大見さんはゴミ処理に関する機関を回り、現地では前代未聞の廃食油のリサイクルに挑むことを決意。私たちが行けばリサイクルして燃料にして、その燃料を使って CO2 削減ができるので、これはぜひ取り組まないといけないなと。帰国後向かったのは鹿児島。
こんにちは。あ、こんにちは。よろしくお願いします。どうぞどうぞ。現地で回収してきた廃食油からバイオディーゼルが作れるか専門家に検証を依頼したのです。ちなみに匂いは結構臭いですね。これ腐敗臭がすると思いますよ。ひまわり油やココナッツオイルなどさまざまな油が含まれているモルディブの廃食油、果たしてバイオディーゼルの生成はできるのでしょうか。かなり白濁した色がですね、白濁したと思いますが、もう化学反応が始まってます。待つことおよそ1時間、実験の結果は生成できるかというと十分できると思います。モルディブの油からバイオディーゼルを作れることが分かりました。実際にモルディブの油がバイオディーゼルになっているところで安心しました。この先の事業展開が期待できるなっていう確信を持てました。モルディブでバイオディーゼルが作れれば国内の発電機や船の燃料としての使用が期待できます。人々の行動変容を起こせればいいかなと思っているんですね。私たちきっかけで油を提案してますけど、リサイクルすることによってモルディブ自体の観光資源である海の綺麗さですね、あれを取り戻せるんじゃないかなというふうに思ってまして、これまで捨てられてきた油、その活用がモルディブの未来を救う鍵になっています。